どうもこんにちは。ゲームボーイエミュレーターを作るの続きを今日見ていこうと思います。今日は前回のテスト続きでテストを書いていくところからですね、OR のテストを書いていくところからやっていこうと思います。で、今テストは ORB のテストだけ前回書いたんで、この続きからですね書いていこうと思います。で、今回から前回言いましたけど GitHub コパイロットの方を入れてきたので、こちらをねテストの時だけ有効にしてテストの時短を目的にね書いていこうと思います。こういう単純なテストというか同じようなテストの次々と書いていくような時に GitHub コパイロットめちゃくちゃ便利なので、その便利さをねアピールするというかGitHub からお金もらってるわけじゃないんだけど逆に払ってるんだけど、GitHub コパイロットの普及というのもに一役買えたなと思ったりもしています。特に大きな理由はないけど、はい、というところです。で、実際の本ちゃんの方というか、JSON の方では、GitHub コパイロットは切って開発をする予定というか、切って開発します。で、忘れて、サジェスト出ちゃうことあると思うんですが、出たらすぐ切るみたいな運用にしたいと思ってます。というのは、ゲームボーイエミュレーターっていうのは GitHub 上にものすごいいっぱいもう実装があるので、各言語でね、多分サジェストをオンにしておくと、 GitHub コパイロットをオンにしておくとかなり正解に近いコードがドカッと出ちゃうんで、それは自分の勉強にもならんし作ってる意味がなくなっちゃうので、それはやんないようにというところです。ということでやっていこうと思います。で、ORB は06と03、ちゃんとこれ出るんだ、すげえ。110と、0100011ですね。を、引っ付けると111になるよねというテストになってましたが、こっちは、同じだ。同じコードが出ましたね。出た。これだと意味がないので、06のところを、今3は下2ビット、6は、上の2ビットというか0110なんで、素晴らしい、はい。ここが0でも結局終わせると7になる、下の3ビット立つんで、ここが4になるっていうのでも別に7になるはずなんで、一旦これでテスト C は僕はちょっと思います。今 C が失敗している状態なんですけど、これで C が消えるはずですね。消えた。OK。ちゅうことで、続き。はい。C、OK。じゃあ D。D は、一旦サジェストを出して、めっちゃ便利だな、これ。はい。じゃあ0にしましょうか。00で0になるというので、ここが true になるかな。0フラグが true になってくれるはずですね。or は0フラグが、リザルトが0だったら0になるんで、0フラグだけ変わるはずですね。なんでこれで OK かな。D がなくなってるね。OK。ちゅうことで、0フラグ OK。あとはじゃあ片っぽが0の場合というのを入れていこうか。1にしといけば1になるよねっていうチェックでいいかな。はい。素晴らしい。ちゃんと上をちゃんと直せば下はビシッと出てくれるな。素晴らしいね。OK。OK かな。はい。で、H も一緒か。H は逆にしとくか。じゃあ、こっちが2で、3で0っていうのがありますよと。その時にこっちは3になるんですけど、素晴らしいね。3が出ましたと。はい、OK。で、L は、適当でいいか。じゃあ、2と1で3になるよねっていうチェックでいいか。これちゃんと多分3出た。すごい。素晴らしいね。楽すぎる。で、インダイレクト HL ですね。インダイレクトは A が0で HL が1234で、おお、すげえ。ライトバイトで、1ですと。
そしたらここを2にして3になるっていうチェックでいいかな。わあすげえ完璧です。 OK ですね。であとは A、 まあ A は適当でいいや、何でもいい。あ、A、 そうかA はこうならざるを得ないのか。 A は A だから何も変わらんのよ。はい、 OKOK、 素晴らしいね。あ、 OKOK。 で、D8、 あれ D8、 あ、インダイレクト HL か、インダイレクト HL があるからいいんだ。D8 は直指定なんで A が00、こっちがじゃあ06、1,2,3,4,5,6 上2ビットで、こっちが下1ビットで07になるってことでいいかな。うん、あ、 OK ですね。はい、ちゅうことでこんな感じです。 OKOK、 いやー便利OK、 じゃあこれで OR のテストができたので次の実装に行きましょう。OR まで行ったんで SBC か。SBC はサブトラクトザバリューで ABC の逆みたいなやつですね。 A から、R8 の値だから A から A とか ABCD ね、あのレジスターから、引いた後にキャリーフラグも引くというような計算になっています。でハーフキャリーが、ビット4で、でキャリーがこれですね、R8 プラスキャリーが A よりでかかったらダメよということをやってあげればいいみたいです。で、SPC はバリエーションがあってインダイレクト HL と N8 自家指定があるのかな、そんな感じっぽいですね。じゃあ SBC、 SBC は ADC のコピーみたいなやつなんでちょっと ADC の方を見てこようか。なんだっけな、 2の歩数表現するといけたりするとか、なんかファミコンエミュレーターの時も見たんだけど結局そうはやんなかったんだけど、まあいいや。 ADC をちょっと作りましょう。あ、 ADC じゃねえ、 ADC ですと。 ADC の命令を丸コピーして SBC に持っていきます。はい、SBC ですと。はい、SBC これですと。いいかな。まずは、ゲットバリューして、ソースの値を取ってきます。で、また SBC arg1 っていうのが、B、C、D、E、HL、インダクト HL の A、D8 ですと。OK。で、arg0 は、arg0 は A だけだ。A だけだから、まあ、関係ないんだ。ああ、いいんだね。で、キャリーフラグが立ってれば、1、0。で、アップデートキャリー U8 をしてるんだけど、ここの計算がちょっと違くなるので、置いておかなきゃいけないのかな。オーバーフロー、これアットしてるから、アップデートキャリー U8 ではなく、なんか作んなきゃいけないな。ちょっとここはなんかをするということにしましょうか。はい。で、フラグのキャリーとハーフキャリーをここでセットして、あ、セットして置いておいて、もう一回やって、こんなの足してるから、これもう足してるってことなんだ。で、OR でキャリーとハーフキャリーを立てて、レジスター A のアップデートフラグスやればいいから、これさえ実装すればいいんだな。アップデートキャリー U8 をの引く番っていうのを作ればいい。そうか、アップデートキャリー U8 って足してんだ。なんかすんごい、すんごい使いにくいやつにしてたんだな。マイナスということにするか。で、サブをしますよと。引きました。オーバーフローになったら、
オーバーフローになったらそれはそれでいいと思う。で、ボローのビット4ってどうやんだっけな、どっかにあったぞ。デックか、デックで計算してたやつをもらってくればいいかな。これですね。はい。これなんで、マイナス、これですね。ハーフキャリーは、ライト、レフト、ライト、バリュー。バリューってどこだ、これ。あ、バリューじゃない。あ、レフト、こっちが、ライト、ライト。レフトが、レフトがこっちだね。レフトで、ライトの、0x0f。なんでこれ上と下逆になってんだろうな。が、こうだった。あ、いいのか。だったら、ハーフキャリー立つよね、ということでいいのかな、と思うんですが、どうだろう。いいと思うんだけど。はい、一応おそらく大丈夫じゃないかな、大丈夫じゃないかな。はい、でアップデートキャリー U8 マイナスを呼び出す形に。いや、なんかこういうこのフラグの計算、キャリーとハーフキャリーの計算、絶対なんか汎用的に1個か1個2個で済むはずなんだけど、ものすごいコピーにしちゃってんな。そしたら、ソースバリューがレフトか。じゃあ逆だわ。こっちが、いいのか。レフトがこっちで、こっちが引く値だから。まあいい、合ってる。合ってるはずだ。うん。そしたら大丈夫かな。これで SBC できたんじゃないかと思うので、まあとりあえずテスト書いてみますか。SBC です。はい、SBC、 今日 SBC 作り上げたら、まあファミコンは SBC と ADC が一番難しいっていうふうに書いてあったんで、これが一番難しい命令であってほしいんですけど、あのゲームボーイもね、どうだろうね、一番難しい命令なのかな、どうなんだろう、分かんないね。よし、じゃあこれを続きをドカンと書きまして、テストを作っていきましょう。あと ORD8 はできてるから、 SBC の AB ですね。AB で SBC するんで、 A と、まあ、とりあえず A と B を定義したら09に、あ、0、フィックスミーじゃねえんだってフィックスミーじゃないよ。あ、最初の1個くらいは書かないけどダメか。アサート EQ で、あ、レジスターズ A が 0F になるよねと。 0F になったら桁下がりしてるんで、ハーフキャリーが立ちますね、これね。ハーフキャリーここか。ハーフキャリーが立ってくれるはずですね。キャリーは立たないよと。で、0でもないので、一応確認。はい、SBC は0フラグ立つ、ネガティブが必ず1、ハーフキャリーはこれ、C、キャリーもこう、キャリーはこれと。他は SBC の AR8 見ろって言ってるから全部一緒の挙動でいいですね。OK、OK。じゃあ、ここも必ず立つというのが正しいかな。はい。SBC、AB が出なければ大丈夫。ああ、一回テスト回せばよかったな。SBC の AB はないですね。大丈夫そうだ。うん。じゃあ AC 見ていきましょうか。じゃあこれにキャリーも追加で立てるというような形でやってみましょうか。ああ、素晴らしい。A が、ああ、いいですね。そしたら true、true で、false。うん、こうだね。
C は怒られた。あ、そう。AC 怒られちゃったな。おかしいな。AC は16、14。ん？AC、A が14。レフト10、足してんな。あれ？足すことになっている気がする。SBC。SBC は総数バリューはここで返ってきてるんだけど、ニューバリューが返る、あれなんでだ、ちょっと待って、パッと見合ってそうな雰囲気だったんですけど、元の値、あ、ソースバリュー、あれ、ちょっと待って、なんかこれ違うくない？レジスター A の値とキャリーを見てソースバリューにして、ソースバリューの、ん？ソースバリュー、ソースバリューからキャリー引いたらダメでしょ、これ。ね。これはあかんよ。これはダメですね。だから、レジスター A の値からキャリーを引きましょうと。こっちがキャリーかな。だからなんか変だな。レフトからライト引くから、一応合ってんのか。レフトからライト引くから、下の方の見立て的にはそれでいいのか。レフトからライトがこれ逆だって。こっちからキャリーを引きましょうやということをまずやると。でこれがバリューになると。でバリューからソースバリュー引きましょうと、それがレジスター A の値ですよってことにすれば合ってるかな。あった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 、 OK だよね。いや怖いな。はい、多分大丈夫です。じゃあコメントアウトしちゃったんで一個ずつやっていきましょうか。SBC の AD、まあ、AD、ここはじゃあ、D の値を0にしますかね。あ、いや、これじゃあちょっと待って、0F にして、2引いて、そしたらまあ、フラグが立ちませんよっていうものにしましょうか。FC ですね。で、ハーフキャリー立たないんで、サブトラクトだけ立ちますせというテストにしました。あれ？ F から D を引くんだよ。13のはずが12になっちゃったと。15、14、13じゃん。ん？ C は？ F、E、あれ？あ、ちょっと待って。F、F、E、D だって。ああ、GitHub コパイロットが間違えただけか。はい。キャリーフラグ立ってればそうなるんで、こっちは立ってたということにして、計算、テスト作ってみようか。10じゃなくて、0F で、02でキャリーフラグ立ってたら、こっちが、ちょっと待って。こっちが 0D じゃなくて 0C、OK。これで、ここだけ true になりますよと。いいんじゃないか？ OK。じゃあ、H、
1はじゃあ0になるパターンをやってみようか。0F で、じゃあ H も 0F で、でここがそうすると00になって0フラグとサブトラクトが立ちますよと。キャリー立てるやつ書かなきゃいけなかった。 OK。 じゃあ L がキャリーが立つやつにしましょう。はいはい、キャリーが立つやつなんで、これと1F10 でもいいか、10にしたらキャリーが FF になる、ならなるっけ0じゃないよと。ここが true で、キャリーも true になりますよねということでいいのかな。 OK 合ってる。じゃあフラグをちょっと立てて、あれサジェストしてくんないな、たまにしてくんないなこいつ。はい、フラグを立てたら FE になるはずなんで、これで、あ、OK ですね。じゃあ、インダイレクト HL。なんか意外とコメントアウトした分はそんなに多くないと思ってたけど、結構あるな。0F で、あ、ダメだ。あ、セット、出た出た。ちょっと考えてたね。1だとしたらどうなりますかと。はい、0E ですね。で、サブトラクトだけ立つよと。OK。じゃあ AA はどうしようもないからな。AA は必ずじゃないか。0になるよね。だから0フラグが true で、こっちも true で、っていうことになるのかな。うん、OK。で、SBC の D8。まあ、こんな AA なんて使わない命令でしょう。バリエーション的にあるだけでね。で、もう一個はここなんで、02にしたら、あ、ハーフキャリーとキャリーどっちも立つやつにするか。10にして、こっちも10にしたら、全部 true になる、あ、ここ true になんない、あ、全部 true か。全部 true になるんじゃないか、これ。サブトラクト true でしょ ?0 になるし、あ、0になったらキャリーは、ハーフキャリーは立たないから、まあ、いいか。そしたらキャリーだけ立ちます。ハーフキャリーだけ立つよっていうのになるのかな。キャリーは立たないですね。立たない。立たないはずだったのに、ハーフキャリーが true にならなかったとおっしゃっておりますね。これハーフキャリー立つんじゃないの？あ、下のビットが変わんないから意味ないのか。そうかね、下のビットは0のまま何も変わんないからハーフキャリー立たないんだ。そんなもんなのか。そんなもんなのかな。うん、まあ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  とりあえず SBC のテストまで書いたので、次回これもうちょっとで終わんないかな。 SBC 終わった、サブ引き算命令かなを作っていこうと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価お願いします。では。